中国中部の湖南省で通学中の児童らに車が突っ込み、多くのけが人が出ています。詳細は分かっていませんが、中国では無差別の殺傷事件が相次いでいます中国国営メディアによりますと、中部の湖南省で午前7時半ごろ、小学校の門の前で通学中の児童らに車が突っ込みました。具体的な状況は分かっていませんが、多くのけが人が出ているということです。 中国の SNS には、倒れている児童らが映る事故直後と見られる映像が投稿されています。中国では、11日には広東省首海市で車に跳ねられて35人が死亡したほか16日には高訴訟無釈死で刃物で切りつけられ8人が死亡した事件など、無差別の殺傷事件が相次いでいます。